ですか。ショートカットにして初めてメイクをしてみました。いいかもしれない。ではですね、早速出発しますかね。今動画のアップロード終わったので、これプレミア公開にセッティングして、セッティングし終わったらもう行きます。東京駅の方なんですけども。あ、ちょっと全然関係ないんですけど、なんか恋愛で思い出したんですけど、はい、最近その渡るさんが出てないじゃないですか。なんかそれってその現在どうなってるのかなってちょっと気になったんですけど。これってあれですか、あのこの YouTube 内で話せる範囲ってことですか。まあそうですね、まあ、YouTube 内で話せる範囲でも、まあ、YouTube 外でもいいですけどまあ今カメラ回ってるんであれですけど。本当のこと言っていいですか。はい、大丈夫ですかそれ。ちょっと危うい状況になってます。本当ですか。視聴者さんからも最近なんで渡るくん動画出てないのみたいな聞かれるんですよ。なので答えた方がいいなと思ってたんですけど、あんまりタイミングが自分発信でどこがいいのかっていうのが分かんなかったんで。渡るくんって実家暮らしじゃないですか。実家暮らしなんですよ、栃木県で。実家暮らしだから、まあコロナの今時期っていうこともあって、あんまりその東京行ったり来たりするのがやっぱご家族の方が心配されてて、で私も渡るくんにリアルであんまり会えてないんですよ今。だんだんそういった時期がなくなってくると、そのまあまあ、電話とか、まあ、LINE とかでやり取りするんですけど、会うコミュニケーションとスマホでのコミュニケーションでやっぱ変わるじゃないですか。全然違いますね。やっぱ不安にもなりますからね。不安、そうなんですよ。なので、まあ、だんだんとこの、なんだろうな、ちょっとすれ違いが発生するなって、まあ、今ちょっと理由言えないんですけど、まあ、小競り合いっていうか、少し喧嘩しちゃってから、あんまり連絡取れてなくて。あー、そうなんですね。はい。まあ、私も、その、なんだろうな、渡るくん好きだし、なんだろうな、難しいですね、やっぱりこの。じゃあ今連絡はあんまり取れてなく、もう LINE もそんなにしてないって感じなんですかね。1週間LINE帰ってきてないんですよ。マジっすか。はい、これリアルです。リアルです。あの喧嘩した理由とかは本当にもうほんと些細なことなんですよ。レベルで言うと、まあ、全部内容言えないんですけど、ご家族のこともあるんで、ポテトは塩派胡椒派みたいな、本当そういう感じの喧嘩だったんですけども、ちょっと私も、まあ、その LINE でのやり取りだったんで、まあ、だんだんとこうそうだよっていうイントネーションで言ったら、まあ、リアルだったら別に何とも思わないですよ。でも LINE で送ったらなんかそうだよがなんかそっけなく感じ取ってしまったりとか、文面って結構難しいじゃないですか。どう捉えられるか分かんないですからね。はい、そういうのもあって、まあ、正直倦怠期に入ってますね。マジですか。じゃあその別れる別れないの話とかも。いや、してない。それしてない。あ、それはしてない。なんかあの動画もあんまりそのあんま前向きな感じじゃないですよね、渡るくん。そこは彼の気持ちを尊重したいんで、私は動画よりも彼が大事なんで。あ、そうですよね。今この言ったことは私渡るくんに全部送ったんですけど、ちょっと連絡が出てこなくて。さ、既読はついてるんですか。ついてます。既読ついてる。渡くん見てるの返して。泣きそうなんですけど、ちょっとぜひ返してあげてください。難しいですよね、恋愛って。正解がないから。そうですね。どうしよう。渡くん何もしてないのにそっけなくなったりするじゃないですか、倦怠期って。大体はそうですね。私もやっぱいろんな人とお付き合いしてきたんで、なんとなく分かるんですけど、そういう時期なんですかね。でもそういう時期って言っても、ちょっと LINE ぐらいは欲しいですけどね。渡るくんには渡るくんのタイミングがあると思って、どっちが正解不正解かは、まあ、それはね、まあ、正解不正解はないですけど、やっぱりでもそうですね、私とこの前プライベート会ってる時に、はい、渡るくん最近どうしてるんですかってね。そう、聞きましたね。多分最後出たので6月とかぐらいですかね、渡るくんですね。ああ、そうそう、だからそっからなんか全然見ないなってずっと思ってたんで。正直、はい、視聴者さん、まあ、視聴者さん目線で多分聞いたと思うんですよ、今の疑問を。他の視聴者さんはどう思ってるんですかね。別れたんじゃないのあいつらと思ってるんですかね、やっぱり。どうなんですかね、別れたんじゃない。でもなんか最近その NHK の、はいはい、そうですよ、あの取材とか。5月ですけどね、撮影したの。あ、そっか、だいぶ前なんで。そっか、だいぶ前か、うん、超仲いい時です。なるほど。じゃあどうなんですかね。いや、私はですけど、まあ、その別れてはないのかなとは思って、うん、もちろん全然私大好きです、別れた。仕事関係とかでやっぱその忙しくなったらね、まあ、なかなか会えない。誰か忙しいし、家族の事情とか、うん、家族関係とか
もういろんな、あとは家に焼き巣に入られたりとか、おじいちゃんが亡くなられたりとか、結構そのいろんなことが続いたんですよね、動画でも話したんですけども。あとはそのコロナ解雇になったりとか、だからそんな時こそ私がすぐ近くでいてあげられなきゃいけないと思うんですけども、小田君のご実家というか、まあ、ご家族さんの意向で、まあ、東京に私住んでるし、まあ、YouTube でいろいろこう外に出歩いてるっていう、まあ、印象もあると思うんで、実際そうじゃないですか。まあ、だから、まあ、特にその実家に通っている小田君をあまりそのリスクのある場所には行かせたくないということで、まあ、最近お会いできてないから、だんだんとこういろんな渡るくんの心身的にもいろいろ今年前半からトラブルとかあったから、まあ、いろいろ重なって今があるのかなみたいな。そうかそうか、やっぱ渡るくんの方で、ね、まあ、事件だったりとか、まあ、たび重なって、まあ、確かにそうなってくるとやっぱその恋愛とかに目を向けれなくなっていくっていうのは、向けれなくなりますよ。まあ確かにわかりますね、それは。ましてや、それもね、申し訳ない、私申し訳ないなと思うんですけど、渡るくんに、その普通のカップルだったら、あれですよ、元男の子のカップルとかそうんじゃなくて、普通のその YouTuber とかじゃないカップルとかだったら、うん、デートしたりとかするじゃないですか。でも、はい、私たちってそのカップルとしても YouTube 出てるから、視聴者さんにその求められるそのカップル動画とかも、ま、撮りたいし、ちょっと仕事的になってしまってる部分もあるんですよ。出さなきゃいけないかなみたいな。会うたびに、まあそのまあ、デートするたびに動画を撮るとなると、まあ、私はそれが仕事なんで、なんだろう、あ、やりきったみたいな、そういった感覚がそのデートの一日の終わりに感じれるんですけど、渡くんは多分っていうか、多分私が渡くん立場だったら、俺デートしに来てるのに別に動画撮りに来てるわけじゃないのにってならないのかなって私は思っちゃうんですよ。でも渡くんはそんなこと一言も言わずに、いや、いいよ、できることは協力するよって言って、まあ、でもそれに関してはその渡くんからは別に何も言われてないし、努力するよ。もし私が渡くん立場だったら、これって本当にちゃんと恋愛なのかなって、もしかしたら心の中で思うと思うんですよね。あ、確かに確かに。渡くん優しいから、すごい本当に優しいんですよ。今まで出会った人間の中で一番優しいんじゃないかなって。だから私も渡くんに、そろそろカップル動画全然出してないから出そうよとも言えないんですよ。普通に私は会いたい。まあ、別に動画にしなくても、まあ、プライベートでそういう時間を作るとか、まあ、もちろんやってるとは思うんですけど、まあ、そういう時間ももうちょっと増やすとかもありなのかなってちょっと思ったんですけど。確かに今こうやって自分で客観的に私たちカップルのことを見た視点で今話してるんですけど、私が渡くんだったら嫌だもんな。付き合ってる間が会うたびに動画撮ろう。そうですね、なんか私の逆の立場だったら、もし例えば彼氏が YouTuber で何十万ぐらいの登録者数いますよっていう彼と付き合ってるってなった時に、じゃあ毎回デートでじゃあ動画撮りましょうってなったら、え、私はなんか利用されてるのかなっていうのは多少思っちゃうところはやっぱ出てくるのかもしれない。でも付き合う前からもうこの人は YouTuber なんだって思って付き合い始めてるから、まあ、それも承知の上ではあるというか、それも理解した上でじゃあ付き合おうってなってるっていうところもあると思うんで。渡るくん同じことを言ってくれてたんですよ。付き合う時にカノはそれありきで来てるわけだから、できる限り応援したい。人間ってやっぱりその心に思ってることということってやっぱり差は出てくるじゃないですか。あとは変化もするし、最初はいいと思ってたもんね、それが。だんだんとやっぱそうですよね。それはあると思う。よくその介護とかでも最初は介護苦だけども自分の親だしやらなきゃなっていう感じでやってるけど、最後ら辺はもう耐えられないって言って、より事件になっちゃったりとかするじゃないですか、世の中では。そうですね。だからすごいその身内でもそういうことが起きてるから、まあ渡君と私ってそのこういう親子関係とか兄弟とかそういう親族ではない状態でこういう感じだから、まあ渡君は渡君で心のどこかで思うことあるんじゃないかな。そうですよね。思うところは今こう私が話してることは誰かが見てくれて、あ、青木はこう思ってんだなって思ってもらえたら嬉しいし、それで落ち着いたら LINE 返してもらえたら。確かに。でも泣きそうなんですけど、どうしよう。どうぞやめてください。なんかカノンさんが泣いたら私も泣いてしまうんでやめてください、それは。ちょっとマジで本当に。
もらい泣きしちゃうんで、結構ミーティングできなくなっちゃったじゃないですか。なんか私が変なこと聞いちゃって、全然わたるくんと向き合ういいきっかけになりました。いや、ありがとうございます。なんかいろいろ喋ってもらえて私も嬉しいというか。ミーティングの続きはカメラ外でやりますか。やりましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだ、どうしよう。わたるくん返して連絡見たらよかったら、はい、落ち着いたらでいいんで、いつでも連絡待ってます。青木はわたるくんのことが大好きです。あ、でもこれ本当です。それはガチです。だってあのカメラ外でもずっと言ってますもん。あ、言ってました。自覚ないんでちょっと分かんないですけど、はい、あと、あ、ちょっといいですか。いいです、はい。なんか私がもし逆の立場、私がもし渡くんの立場だったら、うん、なんかあの普通にデートしにくいのかなって思っちゃう部分もあるんですよ。あ、やめてください。そういう、確かにあの有名だからこそ、いやいや、やっぱあのデート中に声をかけられちゃうとか、なんか結構するのかなと思っちゃうんですね。まあそういうのが嬉しいんだったら全然それはそれでいいと思うんですけど、なんかやっぱどうしても、まあ、街中行くと声をかけられたりっていうので、まあ、デートをちゃんと集中できない部分も出てきちゃうのかなみたいなのも、まあ、多少あると思うんですよね。2人で歩いてる時に視聴者さん遭遇したりとか結構ありましたね。まあ、彼氏もなんかあのそれはそれで嬉しかったらいいんですよ、全然。ありがとうございます。なんかごめんなさい、なんか全然全然。でも改めて考えさせられるきっかけにもなったし、おだるくんに私のその今の気持ちを伝えられるいい場になったんで、ありがとうございます。ありがとうございます。確かにそうだな。おだるくん連絡落ち着いたら連絡してきてください。待ってます。あの今回の動画は以上です。もう少しでもミーティングするんで、別の。じゃあ明日しましょう。明日しましょう。ルナさんのチャンネルは画面の下にありますので、チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。私のチャンネル登録、高評価もお願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok もありますので、こちらも画面の下にフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。